はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきますので。はい、はい、クレールの中村です。よろしくお願いします。はい、いきます。はい、クレールの山ちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、残暑いかがお過ごしですか。ありがとうございます。忙しい中ね。しかも前だけ持ってみんな集まれって言われて、そうそうそう、ブラック買いました。ありがとうございます。僕は変わんないです。もう相棒っす。僕はまあ相変わらずのままです。グラビティです。こういう紹介から入ったの。いや、前だけ紹介。そうか、みんなちょうど違うじゃん。そうだね、確かに。はい、で、はい、はいはい、本題ですよ。手元にこう突然ラケットがまた届きましたっていう話から、あれがこれですよ。これですね。え、これの移動違いじゃないの。これなんか似てるっすよ。でも、そうかもしれない。そうだったら困るでしょ。これが届いてるって、うん、グラビティネームでこんな感じでしょ。そうそう、まあ、でもスピードも違うよな。まあ違う、まあ、謎のラケットだから。これがね、若干似てんだよ。フェイスの色がね。違う、フェイスの雰囲気よ。あ、まあね、なんかちょっと厚みとかさ、ボリュームがあるとか、ちょっとこう雰囲気的な、形的なというちょっと謎のラケットをね、今日かっこいい色使ってるやん。なんかそもそもこのワードに触れましょうよ。そうや。誰も訳されへんから。ただこれなんていうの、なんていうの。You got this やん。You got this。 ちょっと上上がんねん。You got this やろ。これ以外ヒントないからな。何も書いてないですもんね。山ちゃん、これどういう意味なの。これ You got that this や。なんですかね。これを使わんかいみたいなノリやろ。だからまあ見る感じそうっすね。このシャフト結構まあ言い方的にはシャープな感じなんかな。上に向かってちょっとここ熱くなってますよね。フレームはまあ中圧、まあこっち方面じゃないんじゃないですか。ボックスではない、うん、だから多分これはもう見る感じちょっと丸みがあるフレーム、多分エクストリームとかインスティンクト系で大きさ比べたら、はい、まあ、似たようなもん。みんな100でも200だけど、みんなフェイスの形状違う。100持ってますから。ああ、そうですね。また100ぐらいかな、前後かな、多分、まあまあ、先の広がり方見るとちょっとグラビティっぽい感じ。でもグラビティよりちょっとやっぱり上が少 し潰れてるんだ。絞れてる、縦長になってるような印象かな。グラビティの方が丸い、ちょっと丸い、横に広い感じです。厚みはあ、ちょっと暑いんじゃないかな。グラビティの MP って22かよりもちょっと暑いかなって感じですね。分からんよな、こんなんな、見てもな。エクストリームと比べたらちょっと薄いのか。間か、これかスピードぐらい。これ23っすね、確か。あ、でもこれぐらいか、見た感じは近いな。うん、そもそもちょっと待って、この形的にヘッドなんかこれ。まあ、いや、これタケさん持ってきて、これヘッドじゃなかったらえらいことですよ。なんか今までにないようなフォルムやからさ。透明みたいな。タケさん名前出した。うーんとか言われへんやん。だけど今回本当 MP とか何にも書いてないし。書いてあるのはヘッドさんのロゴと。あの広がらなかったもう一回言わそうとしてるやん。言うゴッドですね。言うゴッドです。とにかくどうやもうこのまま多分1時間ぐらい喋って終わる可能性があるから推測で何やろう何やろうって言って1時間終わって、しかも結構長かったよ今。長かったな。意外に引っ張ってた、ね、引っ張る半分ぐらい使わないけど。いつも使ってるのがエクストリーム MP でこれっていうところになった時に、パワー感は似てました。多分飛ぶところは似てる感じがあります。ただ、エクストリームの方が、フレーム自体がしっかりしてての弾くっていう感じのパワーで、こっちの方が飛ぶんですけどシャフトの部分がしなるっていう感じが結構強く、スライスはエクストリームよりも乗ってくれる感じがあるんで、結構僕の中ではしやすい感じがあったっていうところは、あ、乗るなっていう感じがあるので、スライスのその強弱というか距離の調整とかっていうのがあのしやすい感じがあったので、まあ多分この次のボレーとかはあの距離とかスピードとかはしやすいんじゃないかなっていう印象はあります。なんでパワー感は一緒なんですけど飛ばし方が違う感じが印象はありましたね。ラジカルよりは明らかに、ラジカルスピードよりは飛びましたね。もう移行できるパワー感はある。
違和感はそこにある、ね、俺はね、うん、まあ、ラケット的な話でグラビティ普段使ってることが多くて、そことの比較って考えると、この今回のラケットの方がやっぱり確かに中村校長さんだみたいな飛ぶ感じっていうのはあると思います。飛ぶっていうのは多分小さい力、ゆっくり振ってもしっかりボールを遠くに運べるような感じで、フレームの厚みはまあそこそこ厚いとは思うんですけど、なんかこうカンカン弾いて飛ぶっていうよりは、ちょっとこうラケット自体がボールを持って押し出して飛ばして、ラケットも一緒にアシストしてくれてるような感じで、もうちょっとこうラケット的に見た目だけ言うと少しこうしなりが少ない固めの印象かなと思ったんですけど、ラケット的には結構ちょっとシャフトのしなるような感じは結構感じられる部分があって、弾道もスピンがかかる要素もあっても、そんな高く持ち上がるっていうよりはまっすぐ飛ばしてちょっとしっかり落とせる低めの弾道のフラットドライブ系の印象の方が個人的にはボールがしっかりいったかなっていう気はします。で、打感的にも結構柔らかいっていう印象、あの硬い中圧系の弾く硬さがあるっていうよりは、本当にこうラケットのしなり感、フェースのたわみ感、あもう術であったら打球感っていう部分でも少し柔らかめの印象っていうのはあったので、飛びましたね結構、うん、飛んだんで、まあ、しっかりちょっとスピンかけていったんですけども、ただスピンかけて振れば全然収まってくるかなって感じだったんですけど、やっぱ全体的には飛ぶかなって感じがしたんで、スライスとか何球か打ったんですけど、スライスとかやっぱ伸びがすごいあったかなと思うんで、まあ、いつもちょっとスピードプロなんでやっぱ飛ばないの使ってるのもあるのかなと思うんですけど、全体的にはちょっと飛んで柔らかめ、うん、まあ、回転もかかったりもするんでちょっと柔らかめかなって感じはしました。あんまりこうこれに似てるなっていうラケットのヘッドのシリーズがなかなかない、いろんなラケットが入ってる気がする。ここはね絶対ね、なんかなんだろう、ボックス系のボックスっぽい、ボックスっぽいね、うん、しなりなんだよね、プレステージとかグラフィックしなりなのに、ここのね、なんだろう、弾き感というかパワー感がエクストリームとかインスティクトみたいな飛び感、そうそうそう、ね、いろんなラケットのいいとこ取りをしてるような気も、今の、ね、もちろん情報なしで、ね、僕も知らないが言ってもめちゃめちゃやるわけで、いつも言ってる出るんだ大体これここまでやって出なかったらどうするの。はい、これを出していただきました。はい、僕は、まあ、エクストリームと比べるって話になるとは思うんですけど、こっちに、まあ、まずは慣れてるっていうところで言うと、こっちの方がやっぱり、まあ、面のラケットの剛性がしっかりしてるので、当てた時のなんだろうな、ラケットのブレ感とか、まあ、この2人に打たれた時とかのブレ感っていうのがあんまり感じないんですけど、こっちの方が少ししなる分だけ少しなんだろうな、シビアなこの辺のことはしっかり伝えてくれるんだけど、結果はちゃんと飛んでくれるっていうか、ダメだよって怒られながらフォローもちゃんとしてくれるみたいな、しょうがないな、しょうがないな、そう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 これはあんまり教えてくれなくて、なんとなく飛んでくれちゃいます、ね、でプレステージとかはダメだよって本当にダメなの、結果もダメだ、そう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 、分かる分かる分かる、すごいよ、分かるすごい、プレステージのオートマチックバンド、そんな感じですね、そう、そうね、そうそうそう、まあ、自分の使ってるスピードプロと比べると、もう確かに中村コーチが言った通りスピードプロも結構やっぱ分かりやすいんですよね、ボールやってて、もういい時はパチっていって、これはいいのいったでしょって感じするんですけど、もう外したときは完全に外したなって言って、もうポテンと前に落ちちゃうんですけども、これは結構外しても本当に足引くしてくれて、ある程度深いところですし、で逆に思ったのが、まあ、変な言い方ですけど、あんま頑張りすぎてやらない方が結構収まりきくかなって感じがしました。結構いつものスピードプロの感じでしっかりこう足入れながらやったら意外と飛びすぎちゃったんで、まあ、慣れてないっていうのもあるかもしれないですけど、本当面合わせるだけで楽に乗ってくれるスライスもある程度かかってくれるので、まあ、面合わせる上手な人なんかこれ使ったら結構いいボールがさらに乗ってくる。パワー感で言ったらね、これとスピード、僕はもうパワー感ほぼ感じなかったんで、一緒だったんで、多分スピードの人だったらっていうところですね。確かにこう、アシスト感は確かに間違いなくある。ボレーとかでこうコンパクトな操作をしても、しっかりこう飛んでくれる。だから、山崎君が言ったみたいな、ちょっと合わせただけでもしっかりと運ぶっていう、飛ばしてくれる感じはあるんですよ。僕一番感じたのは、コンパクトな操作でも、しっかりこうラケットにこうしっかり乗ってる感じ。なんかこうボックス系のほんとしなって乗ってるような感じ、たわんで乗ってくれてるような感じっていうホールド感、柔らかさっていうのがボレーは特に際立ったかなと思うので、こう結構ボレーでしっかり足入れてこうしっかりスイングワーク取って運ぶっていう要素が多かったりするんですけど、この小ささ、多分100前後ぐらいのフェースサイズになると思うんですけど、これでコンパクトに打ってもしっかり乗って運べるっていう感覚が出せるので、
ある程度のラケットのパワーとか、あのフェースのたわみ感、しなり感とかがないと、これがうまくバランスが取れない部分だと思うので、その点で見ても、プレステージっぽさとかっていう、こういうしなり感の強さの欲しい部分と、エクストリームとかインスティクトみたいな、ちょっとパワーの欲しい部分のうまくいい感じの合いの子なのかなっていうのが、逆によく僕はボレーしてて、逆によく分かったかなと思います。コントロール系のラケットって言われたら、ちょっと微妙な感じがする。だから、パワー系のラケットなんじゃないかなっていう雰囲気はあるとは思います。こっちはね、やっぱり弾く系な気がするんだよ、うん、そんな感じしますよ、ね、こっちでなんか持ってって、うん、シャフトのしなり持ちがしますよね。喋るサーブ、そうですね、サーブ先と言なんだろうな、持つからなのか、うん、持つのかな、若干しっかり下に収まってくれるような感じがオープンスイング的にはあったのかなって感じがしたんで、まあフォルトしたんですけど、オーバーでよりはどっちかしたら、うん、ネットちょっと当たるのが多かったんで、うん、回転かかってちょっと落ちてるかなって感じがしました。こう抜けちゃうってよりはちょっとしっかりかかってて、うん、少し落ちてる感じがしたので、逆に言うとだからワイドは多分その回転しっかりかけてるって計算も入れてたんで、コントロールしやすかったんで、慣れてきたらサーブは結構コントロールしやすいんじゃないかなって感じがしました。なんだろう、最初にとりあえずこうちょっと早めに厚く当ててって思って振った時に、あの力の伝わる感じっていうのは、なんだろう、すごい個人的にはスムーズというか、あの思った以上のパワーが出て、その点ではやっぱりラケット のパワー系のラケットなんじゃないかなっていう印象は確かにありました。なんですけど、中村コーチの後ろからこうアドバイスいただきながら打ってて、やっぱりちょっとこうラケットがしなる感じとか、フェースの持つ感じっていうのがあって、少しラケットが遅れるとちょっと出ちゃう、ちょっと前に抑えようとしてちょっと下に行っちゃうって、ちょっとその修正は慣れが必要なのかなと思うんですけど、間違いなく言えるのはこうラケット自体のパワーのアシストがあるんで、スピード感としてはかなり出るんじゃないかなと思います。あとはその中でこうちょっと抑えようとする、コントロールしていくために回転をかけた時にもちゃんと回転がかかるっていう感覚も分かるので、まあ、これぐらい回転かければ収まるよね、これはちょっと回転が肩だよとかっていうのも分かるので、そのあたりはなんかこうちょっとボックスっぽい、ちょっとマニュアルな感じもありつつ、でも打った時にはスピード感とかちょっと回転のアシストもあったりするので、あのやっぱり全体的に見るとアシスト感のあるラケットっていうのはサーブでも印象としてはあるのかなと。めっちゃいいやん、いつもそれで終わらない、そもそも出るんかどうかわからないしな、出なさいよフッキーの打ってるのを見てて、ちょっとなんかしなっちゃって収まってないのかなっていうのも頭に入れつつ打ったんですけど、もっとしなるラケットって本当になんだろう、収まんなくて本当に早めに振らないといかないほどではなかったかなっていう気がするのと、なんで思ったよりちゃんと収まって、長さとかのコントロールはしやすかったです。でサーブ打っててしっかり打てるフラットで打ってみて思ったのが、エクストリームよりもやっぱここのピッチがちょっと気持ち中心部分は詰まってるので、力の伝わり感はこっちの方がありましたかね。今使ってるエクストリームのビートこれっていうのは、例えばこれも今後の使用ラケットとしては検討余地ありそうなの？ありますあります、感じにはなりそうな、全然あると思います、はい、そう、とりあえず今日は、ね、はい、はい、まあ、情報はとりあえず細かい情報はいつものようになく、ちょっとこう今あるラケットの雰囲気とはちょっといい、なんか違うって言えるラケットなんじゃないかなとは、もっと違う感じはしますかね。ただちょっと全体的なお話をしていくんであれば、パワー系の印象かなっていうのは、まあまあまあ、もう本当にこっちよりだとは思う、とかそうですよねっていう印象はありつつの、ただのは間違いないなんだけど、そただただこうそのパワー系だけっていう印象でもないっていうのもちょっとね、今までとは違うところになってくるんじゃないかなと思いつつ、はい、まあ詳細はまた後日。そうですね、ちょっとこの後僕も本職に確認しとく。 What? これ何も確認しないでとりあえず来た、とりあえず送られてきたの。そういうストーリーだ。まずこの続きの情報はまた後日、はい、徐々にとなってくるのかな、はい、まあ、ちょっとお楽しみにお待ちいただければと思います、はいはい、またあのいろいろ公開になったのがあったんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。